習してるときに呼吸した後やキックした後などどれぐらい腰の位置が沈んでるのか、どれぐらい腰の動きに変化があるのかというのをしっかり自分の中で意識して練習していくと、しんちゃお、富士スイミングクラブのエースワです。今回の動画では平井のキックを行う際の腰とかかとの位置の関係についてご説明します。今回ご説明する平井のキックの腰とかかとの位置関係というのは、効率の良いキック、力強いキック、そして推進力をしっかり得るためのキックをマスターするのに非常に大切な内容になっています。自分自身がどのように泳いでるかっていうのを客観的に見る機会っていうのは非常に少ないと思うんですけども、しっかり内容を理解していただければ十分日頃の練習で取り入れてより良い泳ぎにつなげることができる内容になっていると思います。まずその場で上に高くジャンプしてみましょう。しゃがんだ時に腰とかかとの位置関係っていうのを少し確認しながらジャンプしてみてください。あと2種類のジャンプをやっていただきます。次はかかとに対してお尻の位置をすごく外に出した状態で上に高くジャンプしてみてください。この時に力の伝わる方向だったり力の伝わりやすさっていうのを少し考えながらジャンプしてみてください。3つ目は先ほどのジャンプとは反対で、かかとの位置よりもお尻の位置が前の状態でジャンプ。どうでしたか？3つのジャンプのうち一番飛びやすかったのは腰とかかとの位置が同じぐらいの位置のジャンプが一番高くジャンプしやすかったんじゃないでしょうか。2回目のキックというのはかかとよりもお尻が出ているので、どちらかというとこういうような少し引きすぎたようなキックになります。後ろというよりは下の方に蹴るような動きが強くなってきます。3つ目のキックはお尻よりもかかとが後ろ側でした。平泳ぎで泳いでいる状態でいうと少しこういう反ったようなキックになります。こうすると足の向き的に蹴る方向はどちらかというと少し上の方に蹴るような動きになってきます。この3つのキックで1つ目のキックというのは一番水の抵抗が少なく、なおかつ後方に効率よく力を伝えることができるので、一番姿勢が安定して効率よく前に体を進ませるキックになります。2つ目のキックは足を曲げた時の水の抵抗が非常に大きいです。足を曲げるたびに非常に抵抗を受けるので、キックして進んだ後曲げた時にスピードが落ちる、そしてまた進むスピードが落ちるというような繰り返しになって効率的にはあまり良くないです。またスピードが落ちれば落ちるほど体は沈みやすくなってきます。常に体全体で水のブレーキを受けながら泳ぎ続けている可能性も出てきます。蹴る方向でいうと斜め下の方に蹴る動作が強くなってくるので、キックすれば多少下に蹴る力を伝って体を浮かせることができるかもしれないので、平泳ぎを泳ぐことはできるかもしれません。ただ効率の良い泳ぎかというと、どちらかというとあまり効率の良くない泳ぎになってきます。この2つ目のキックを1つ目のキックのように効率の良いキックに変えていきたいという場合は何を気をつけたらいいかというと、腰と膝の曲げる時の角度と足を曲げるスピード、この2つを気をつけていけば比較的この1つ目のようなキックになっていく可能性が
高くなってきます。3つ目のキックは体が反っているような姿勢になってしまうので足を蹴るときに力が入りません。そのためしっかり蹴っているつもりでも体が進まない。また体が反っているので無駄な力などもどんどん入ってくるのですごく効率の悪いキックになってきます。このようなキックにはどのような原因になるのかまず考えてみましょう。水面に対して体が沈んでいる人がなりやすいキックです。腰が沈んでいる状態で120度に曲げたとするとかなり水面に対して角度が90度に近くなったりそれよりももっと角度がつく可能性があります。そうすると水の抵抗をすごく受けるようになるのでスピードが落ちます。スピードが落ちればどうなるかっていうとより体が沈んでさらに抵抗を受けてというような繰り返しになっていきます。この体が沈んでいるなという感覚は泳いでいる人自身にも感じられると思います。体が沈んできたなという人は体を浮かせようとする意識が筋力だけで体を浮かせようとするとこのように体が反ったような姿勢になります。体が反った姿勢にならなかったとしても足を120度に曲げる意識で曲げてくると水の抵抗を受けて体が沈んでしまうので少しずつこの角度というのが上の方になってきます。このようなキックにならないようにするためにはどうしたら良いかというとまずは腰の位置が沈んでない状態しっかり浮いた姿勢をしっかり作れるようにしてその状態で平泳ぎのキックの練習平泳ぎを泳ぐ練習をすることが必要になります。平泳ぎの泳ぎというのは呼吸を前を向いて行うので少なからずその反動で腰の上下というのは起きます。泳ぎが上手な人というのはこの腰の上下の動きの幅がすごく狭いです。普段練習している時に呼吸した後やキックした後などどれぐらい腰の位置が沈んでるのかどれぐらい腰の動きに変化があるのかというのをしっかり自分の中で意識して練習していくとこの形というのは良い方向に変わっていくと思います。今回の動画では平泳ぎのキックを行う際の腰とかかとの位置関係についてお話しました。腰の位置によってかなり足の形も大きく変わってきますのでしっかり体が浮いた姿勢で練習するということを忘れずに日頃の練習も行ってください。次回の動画では平泳ぎのキックを行う際の足を動かす時の軌道について説明していきたいと思います。それでは今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。